皆さんこんにちは、こんばんは。 CM チャンネルしめです。はい、皆さん車を中古車とかで購入した時にあるものが付いていたことってないですか？で、今回の企画は新車時からそこだけ新車のまんまについてご紹介の方していきたいと思います。で、実は一度ショートの方でご紹介しております。皆様の前でついに剥がししていきたいと思いますんで、よかったら最後まで見てみてください。それでは本日もサクッとやっていきましょう。はい、それではですね、皆さん今のお車は新車で購入されたものですか、中古車で購入されたものですか？で、僕はこの GS300H 中古車で購入いたしました。新車購入された方は分かると思うんですけども、新車で車を購入した際にはシール関係が、まあ、要所でいろいろ貼られております。で、まあそれを剥がしたりとか、あとビニールで囲まれとったりするんですけども、まあそういうのを剥がして、まあ、使用するんですけども、今回僕この GS300H の中古車を購入して新車の時に貼ってあったであろうシールがそのまんまついておりました。はい、で今回はですね、まあ皆様からいろんなコメントをいただきました。で、まあ実際に、まあ僕もちょっともう剥がれかけとるのもあったんで、今回思い切って剥がそうかなと思います、皆様の前で。僕の、まあ、この車はもう2013年式になりますんで、もう9年前の車になります。ということは9年もののシールがついておりますんで、それでは早速そのシール見ていきましょう。はい、それではですね、早速その新車の購入時からついているてあろうシールを今からお見せしたいと思います。はい、まずはですね、こちらのドアを開けます。はい、皆さんこの段階で分かります？はい、では新車のついているシールなんですけども、こちらをご覧ください。こちらのレクサスのスカッフプレートになります。で、ここですね、レクサスっていうロゴが入ってるんですけども、ここ見てください。ほら、このシールが新車の時から多分ついてたと思うんですけども、まあ、ちょっと今回はこいつの方を以前ショート動画でご紹介したんですよ。で、その時に皆様からのコメントをいただいてたのが、すぐ剥がすよっていう方とか、いやそこは剥がさないよとか、いろんな方の賛否両論な意見がございました。で、まあ僕も正直まあどっちでもいいかなと思っとったんですけど、まあさすがにちょっとめくれてるんで、ちょっとこれはね、みずぼらしいかなっていうので、今回思い切って剥ごうかなと思います。で、コメントの中であったんですけども、その9年間要は粘着でしっかり貼られてるじゃないですか。なので、その剥がした時にすごいベトベトになっている可能性もありますよっていうコメントもあったんですよ。ですんで、ちょっとドキドキですね。ベタベタになるんかちょっと分かんないですけど。はい、じゃあそれではもう剥がしますね。皆さんもう一緒に見ましょう。見届けてください。これですね。いきますよ。3、2、1。はい、はい、剥がれました。皆さん、こちらです。こちらが9年もののシールとなっております。で、今ちょっと剥がした状態で、見た目は綺麗です。見た目はすごく綺麗です。ですけど、もしかしたらめちゃくちゃベタついとるかもしれないんで、ちょっと検証しましょう。はい、それではまあ皆様にせっかくなんで、この9年もののシール剥がした後の状態っていうのを詳しくお伝えしたいと思いますんで、こちらのティッシュをご用意しました。こちらのティッシュが果たしてここのスカッフプレートにへばりつくのかどうかとやってみたいと思います。いきますよ。いきます。3、2、1。はい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 、あ、綺
綺麗に撮れましたですね。綺麗綺麗。あ、ベタベタないです。よかった。皆さん、僕の場合は9年ものでもベタベタしなかったです。よかったよかった。全然粘着のベトベト感もないですし、問題ないです。はい、エンディングに行きましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回とうとう新車のままを剥がしました。シールの方ですね。で、まあ結果ベタベタになることもなく、とりあえず綺麗な状態でしたので、まあ、これからシールがない状態を使ってみてどうなるのか。ものすごい汚れるかもしれんし、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、そのショート動画の時に皆さんから、まあ、たくさんのコメントをいただいた中で、結構まあユニークなコメントもたくさんいただいたんですよ。で、まあ、中には新車から10年助手席が新車とかまあ冗談だと思いますけど、であとはまあヘッドライトウォッシャーがもう新車のまんまとか、まあ、皆さんそれぞれ自分の車で新車の部分っていうのがまだございましたら、コメントの方で教えていただけますと、また面白い企画がそこから生まれるかもしれないので、はい、コメントをめっちゃしております。はい、でまあ僕の動画では皆様からいただいたまあ貴重なコメントをもとに企画の方考えておりますんで、これからもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画もし参考になったらと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。